ここだここだ、ほら入れって。な、どうなってやがんだこれは一体。おう、ミダノシュ、元気にしてたか。大事な話があるんじゃなかったのかよ。大事な話だぜ。魔界トーナメントの優勝者エンキからの頼まれ事だ。はあ、魔界と人間界の円満アピール&資金確保のために着ボイスを作って売ろうってことになったんだと。でもなぜ俺たちなのかな。どこがいいのか知らないけどよ、おめえら人間界でも魔界でも大人気らしいぜ。そうなのか。ねえ、それでよ、今日は目覚まし時計と子守歌になるメッセージを収録するんだ。要はお休みとおはようの挨拶をしてやるってことだな。まあどうせなら公開録音の方が気合入るだろうね。見てますか、雪田さん。え、稽古にボタン、公園間までいるじゃねえか。帰りたくても帰れませんね。トーナメント優勝者の命令は絶対だからな。くそ、次は俺が絶対勝ってやる。まあ緊張すんなって、まずは俺様が手本を見せてやるからよ。お願いします。まずは朝の挨拶からだ。おはようございます。今日もあなたの麗しいお顔を拝見できて嬉しいです。誰に向かって言ってるのか分かりやすいやつですね。よし、では次は夜の挨拶行くぜ。今夜も私、桑原一馬があなたのナイトになります。ゆっくりお休みください、マイプリンセス。あれ、てめえは分かってねえな。俺がやってやる。夜は起こせばいいんだろ。おい朝だ、起きろ。起きたくねえとか抜かすやつはぶっ飛ばすぞ。いまいちか。それじゃあ今度は、ほら子供はもう寝る時間だぜ。さっさと寝ねえとぶっ殺すぞガキ。おい、水打っちゃったじゃねえか。まあ二人ともらしさが出ていてよかったんじゃないですか。じゃあ次クラマ行けよ。仕方ないですね。おはよう。さあ起きて、今日も俺と一緒に過ごしましょう。あなたの望むままに花も用意します。きっと素敵な日になりますよ。うん、すげえ。次は夜ですね。部屋にバラの花を飾りました。あ、でも気をつけて、綺麗なバラにはトゲがありますから。ゆっくりお休みなさい、眠り姫。やってらんねえ。なんだよこの違いはよ。桑原君、これで終わりですか。いや、あと一人いる。ん、彼にもやらせるんですか。無理あんだろ。だから公開録音なんだろ、ちゃんと考えてあるって。どうやんだよ。最近の技術ならよ、おはようとお休みをバラバラでいいから言わしちまえば合成できるってことだ。なるほど。よし、ちょうど来たぜ。なんだここは、真っ暗。くっ、おい、どうなっていやがる。皆さんお待ちかね、ヒエの登場です。ち、一体何なんだ、呼び出しておいて。ヒエ、すまない、最近の魔界の動向について聞きたいことがあるんです。なんだ。最近どうも変な妖怪が出没してるとか。そんなもんたくさんいるだろう。そうなんだ。なんでもおは、ぶどうした、おや、この妖怪が部屋の隅に。意味がわからん。ゆうすけ、それは無理がありすぎじゃ。見たことねえか。すげえ強いらしいぞ、その片隅にいるおはぐろをした親子の妖怪。おい、何を企んでいるか知らんが、おはぐろをした親子の妖怪が部屋の隅にいたところで俺には関係ない。よっしゃー。ひえ、ちょっと。
ヒナと魔界でデートしないかと声をかけた。その上朝まで一緒に過ごしたいと抜かしてる。ん？何のこと？いや、だから。はい、お疲れ様です、キエ。これであなたの収録は終わりです。収録？合成したのを聞いてみましょうか。音声お願いします。おはよう、魔界でどれとデートしないか。うおー、貴様ら許さん。建物ごとそのデータ燃やしてくれる。ぎっ、本気で怒った。いえ、落ち着いて。面白え、久しぶりに受けて立つぜ。恨めし、おめえ何言ってんだ。邪王演説かけるヘイガーン。早く、みんな逃げて。雪だか、こっちですわな。